増やすときの違い。初心者の場合、村を賑やかにするために村人を増やすぞ。でもどうやったら村人って増えるんだろう。そうだ、村人は大きな村ほどたくさんいるから、家をいっぱい作ればいいんだ。完成。これ村人一人ごとに作らないとダメなの？上級者の場合、そろそろエメラルドを増やしたいから、エメラルドを増やすぞ。というわけでエメラルド増殖器を作ったぜ。3つの層でそれぞれ2人のエメラルドが働いて、生まれたエメラルドはここに溜まるようになってるぞ。さて次やることは、目当ての取引が来るまでの厳選だな。昔の場合、今日は村人増殖器を作っていきます。村人を増やすにはたくさんの家が必要ですが、村人は IQ が3くらいなので、上にブロックを乗せただけの多くのドアを家だと勘違いします。ですので適当にドアを並べておけば、こいつら勝手に増えていきます。ハッカーの場合、